相撲嫌いなんです、仕事としてやってるんですよ、あの人。はい、それを変えたらもっと強く、相撲があんまり好きじゃないって聞いた瞬間すごいガーンって、そこ変えた瞬間、変えたらもっと強くなるんですね、まあ、1年前ですからね、聞いたの。うん、で変わってるかもしれない。冷めて見てるから強いっていうのがあるんですよね、理論っていう。なんか十両に下がった時にもうなんか一生勝てない気がするみたいなこと言ったみたいな話を聞いたことがある。言ってました。うん、なんか戦いの方法って言ってました。徳勝院にすぐ初めて見たことない。一回やったって言ってた。白鵬でやったって言ってた。白鵬戦あったの。この人は本当にダークホースだね、今場所の。こんな誰も予想できない。うん、一番ダークホースだと思うから。でもめっちゃ取り仕掛けてますよね。いや、伊藤監督がついてるとしか思えない。確かに。後ろにいる。なんで浅田山にならなかったって。いました。なんで。え、なんで。ほら、近代仲間じゃないですか。うん、だから、ほら、後ろをあれしちゃう。って思われちゃうといけないから。疑念を抱かさない。うん、非常に。だからなんか多数決で決まった。そうだね。浅野山の線もあった。あの浅野山が妥当なんですけど。そうでしょうね。そうか、近代が影響してる。そうなんだ。だって、ね、腰売れちゃうじゃないですか。俺、腰を上がる。高くないんだ。高値山も勝ち越してるし、同門とかも知らなかったの。でも私これで良かったと思うんですよ。これ最高し、楽しくないのもあるけど、いつも残りこれ当てるしかないなと思ってたら、なんか本当になってびっくりしたの。だって上と、いつから浅野山って言って、上と上っていうかね、大関と当ててないで優勝したの。この勝が勝ちそうだった時もそうだったけど、なんか当たった、勝った、防衛戦なしを勝っても無勝じゃないこれ。ピンチョに勝ったらもう本当に優勝だけど、うん、バスで決定戦になってほしい。もうそこは相星で生きてさ、ハリッハリッハリッと、あのプロレスリーラーの一番違う人が初めてなんですよ。
近くに見えるからな、顔が下にかかるような気がするんだよね。決定戦も見たい気もするけど、もう勝ってくれっていう気もするので、いや、これ勝てないよな。勝つ理由が。勝った方がそうなんだけど、でも徳勝利勝ってもそれはそれで偉いことになる。それはすごい、それはすごいと思うけど、徳勝利負けられないんだよ。そうだね、だからそこがあれかもしれない。なんか黒いから負けたときすっごい気がするときもしれない。叩きがさ、外したら分かんない可能性がある。意外と貴景勝と同じぐらいの体格の人もいないもん。なるほど、うん、身長も同じぐらいですか。うん、5センチぐらいかな。一応の大きい、一応大きいはあるよ。そんなでかいのなんか同じなんですかね。81あるから、下からの強さがちょっと面白い。一回りでっかいもん、特徴より話しくらいかと思った。特徴よりは俺今まで注目したこと一回もなかった。私の前とか逆に私嫌いだったんですよ。なんかもうホリメンの顔も好きじゃなかったです。いいとこないのかな。キャラクターは立ってますけど、ね、ゲストロイヤーって呼ばれました。これは絶対いいじゃない。結構取り上がった。いや伊藤先生でしょ。これは絶対。いや本当だね。俺も。ゲストロイヤーが。絶対なくやろ。優勝インタビュー見たい。いや 見るでしょ。こんなん見たいけどちょっと間に合わないもんよ。僕録画する。